はいどうも皆さんこんばんは、内木野です。今回はおじさんの視聴者の方から送ってもらったこちらの PS4 コントローラーの修理っていうのをしていきたいと思います。この方にね聞いたところ、使用ができなくなって何年かねしばらく置いていたみたいなんですが、まあ、治るかどうかね試しに今回修理していきたいと思います。はい、それではね早速なんですが、コントローラーの状態を見ていきたいと思います。はい、ざっとね外観見ていってるんですけど、大きな傷とかね汚れなんかはありませんよね。はい、中古で使っていたよっていうものの中ではね結構綺麗な部類だと思います。はい、品番の方見てみると ZCT2J なんで、 PS4 コントローラーの中ではね新しい品番になっております。まあ、汚れなんかはねもちろんあるんですが、まあこれはね簡単に落とせます。外観見て一番気になるのは左スティックのキャップ部分のテカリになっていてね、これちら触ってみたら、実際にね触ってみたら少々ベタついてます。はい、見た感じだとこんなもんで、まあ綺麗な方なんですが、まあ、これからね実際に使用ができるかどうかゲームパッドテスターにつないでみたいと思います。はい、ゲームパッドテスターにつないでみました。はい、各ボタンとスティックの反応を見ているんですが、不具合見つかりました。不具合のある箇所としては、十字キーの左と右、 L2 ボタン、シェアボタンがね、こちら押しても反応しないです。いいおじさんのね予想っていうのを紹介していくと、まあ、このねコントローラーはコントローラーの左側のボタンが重点的に効かなくなってますよね。まあ、おそらくジュースか何かのね液体状のものをこぼして、それが中に入り込んでボタンを押すとき邪魔しているんじゃないかなと思っております。はい、まあこれですとね分解して簡単に治るんじゃないかなと思います。はい、ですので今コントローラーでボタンが効かないよって困ってる人はね、ぜひ今回の動画参考にしてみてください。はい、それではねこちらのコントローラー早速分解していきたいと思います。まずは、分解に必要な工具紹介しておきます。まず一つ、精密のプラスドライバーです。そしてもう一つがマイナスドライバーですね。そしてもう一つこちらですね、ハンダゴテが必要になってきます。まあこれはねなくてもいいんですけど、これあった方がやりやすいです、かなり。はい、じゃあそれでは早速ねこちらの PS4 コントローラー分解していきます。まず裏面を見ていきます。裏面見ていくとねネジが4本止まってるんで、これを外していきます。これをね精密のプラスドライバーで外していきます。これ回す時なんですけど、注意点として押しながら回してください。押す力7ぐらいの割合でね最初回してあげないと、ネジ山をなめてしまう、こう山がなくなっちゃって次回せなくなっちゃうっていうことがあるんで、押しながら回してあげてください。あの電動のドライバー使う人多いんですけど、電動ドライバーあんまりこうそのジュルってね舐めてしまうことが多いんで、なるべくあの手動でできるようにしてください。力いらないんで大丈夫です。電動じゃなくてもいいです。はい、ネジ4本取れたんで、次はこのジャックの左右のここの部分にマイナスドライバー差し込んで、ここの中の爪を起こしていきます。はい、これ実はねちょっと2回目です。これね差し込んでいきます。2回目になるんですけど、これ1回目むちゃくちゃ硬かったです。ですので、ね、皆さんもちょっと気をつけてください。爪が起こせたらね、横も爪で止まってます。今回ねパカッと外れてるんですけど、もしかしたらね硬い方いらっしゃるかと思います。こんな風にねここもね爪で止まっています。左右上部っていうのも爪で止まっているんで、まあ、硬い場合はねまたマイナスドライバーなんかを差し込んでこう開いていってあげてください、爪を。はい、で完全に左右とも全部開けたら、まだ背面パネル外さないでちょっとずつね開いていきます、両方持って。で基板の方とこの背面パネルっていうのがコードでつながってるんで、基板側、はい、こちらから抜いていきます。こんな感じですね、こんな感じです。ここに刺さってます。これね気をつけてやってください。この大きい引っ張っちゃってね、これちぎれちゃったらもう次使えないんでね、気をつけてください。はい、じゃあ背面パネル取れたらね、次はこちらのバッテリー外していきます。バッテリー浮かせてコネクタをね引っ張るだけで、基板から引っ張るだけで、はい、バッテリーっていうのは取れます。で次バッテリーの台座外していきます。真ん中にね1本だけプラスのネジで止まっているんで、先ほどと同じ要領で回していきます。はい、ネジが取れたらねそのまま台座ごと取っておいておきます。はい、次ですね、振動モーターの配線っていうのを外すためにハンダごて使っていきます。振動モーターいらないよって人はもう最悪ここでね線ハサミでブチって切っちゃってもいいんですけど、
後々使えるようにハンダゴテでね取っていくんでいいんじゃないかなと思います。ハンダゴテを基板側のこちらのねハンダ持ってあるところに押さえつけて、はい、このようにね線を引っ張ってあげると簡単に取れると思います。はい、この時ね線これをね左右やっていくんですけど、この時あの線のどっちがどっちだったっけな、赤ってどっちだったっけな、黒ってどっちだったっけなって忘れちゃう人はね、まず外す前にシャメを、シャメじゃないね、カメラで写真撮っておいてください。線が4本外れたら次はこの上の1本フィルムコード刺さってるんで、これを抜いていきます。この上に抜いていきます。これちょっと持ちにくいんですけど、こう両端から指で挟んでこう左右にねイゴイゴしながらやったらねこうやって取れます。はい、これで線全部抜けたんで、次この基板外していきます。この基板ね、ここの左右爪で止まってるんで、これとちょっとね左右に開いていきます。パカッとで、それが取れたら基板も取れるようになるんでね、そのまま浮かせていきます。はい、こんな感じですね。で、今回ちょっとね掃除したいんで、このスティックキャップも抜いておきます。はい、そして次なんですけど、次にねここ振動モーターの下の部分がね丸っこ、これ前面パネルとちょっと引っかかってるんで、これをね浮かせておきます。まあ、そうするともうここの黒い部分と前面パネルっていうのは分かれることができるんですけど、まあ、ここのね先ほど外したコードっていうのが引っかかる、抜くとき引っかかるんで、先にこう押し込んでおいてあげてください、中の方に。で、その状態で引っ張ると、はい、取れましたね。これで分解完了です。はい、まあじゃあ今回ね、全部清掃していきたいんで、まあちょっとバラしていきますか、もうちょっと。じゃあ、まあ、この前面パネルについてる各ボタン外していきます。このまずラバーね、ラバーを取って、これ引っ張るだけです。ラバーを取って引っ張って、これはですね、シリコンラバーに3箇所あります。これ取って、ひっくり返します。いきます。ゴロッとね。こうすると全部のボタン取れていくと思います。はい、そしてこの中のタッチパッド部分ですね。ここはちょっとねややこしいんですけど、簡単に取れると思います。はい、はい、これでね、だいたい取れました。はい、じゃあ次はねこの L2 が効かなかったんで、まあこちらの L ボタンも取っていきますか。まず L ボタンなんですけど、 L1 ボタンなんですけど、これはね引き抜くだけで大丈夫です。上にね引っ張ってあげるだけで取れていきます。で、次に L2 ボタンなんですが、これはね後ろここですね、ここ引っかかっているんで、まずここを一回下げて起こしてあげるって感じですね。そうするとこういう風に離れているんで、離れるようになるんでね、ここでそのまま上げてあげるとポロッと取れます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあちょっとねボタンの効かなくなった理由っていうのを見ていきたいと思います。はい、はい、分解ができたところでボタンが効かないであろう原因っていうのをね探っていきたいと思います。やはりね見た感じコーヒーかね何かをこぼして中に入ってしまっていますね。一番怪しいのがこの基板と導電性フィルムとの接点で、まあ、ここがね黒く焼けているような感じになってます。はい、こちらね治るかどうか分からないんですけど、今からコントローラーの方を洗っていくんで、ついでにこちらも掃除してみたいと思います。はい、分解したコントローラーを洗剤で溶かした水でつけ置きをしてから、しばらくしてからね歯ブラシで丁寧にこすってきれいにしていきます。まあ、先ほど言ったらテカっていた左スティックのキャップっていうのはきれいにならなかったです。これでは、はい、きれいにしたらね水洗いをして洗剤を流してタオルで水気を拭き取って影干しをして完全に乾いてからね取り付けていきます。はい、まあとりあえずね掃除っていうのは完了です。これねむちゃくちゃきれいになるんでね本当におすすめです。はい、その後導電性フィルムを外して水洗いをしてみました。まあ、基板の方はパーツクリーナーを使って掃除してみるとね本当にきれいになりました。最初に言っていた左スティックのベタつき問題なんですがね、こちらもパーツクリーナーで解決しました。加水分解した時のベタベタっていうのもパーツクリーナーを吹きつけて布で拭いていくだけでねサラサラになります。ある程度掃除をしてコントローラーを元に戻してまたゲームパッドテスターで確認をしたところ、掃除する前とね全く変わっていなくてね、ボタンの方直っていませんでした。はい、そこでね導電性フィルムをよく確認してみると、
基板との接点部分のフィルムが剥がれているような状況です。まあ、こうなってしまったらね、掃除をしても治りそうにないのでね、ここはもう諦めて新品の導電性フィルムに交換をしていきます。はい、この導電性フィルムなんですが、ネットでも購入可能になっていて、おじさんはね、昔にアリエクスプレスで1枚59円で購入をしております。はい、これだけ見ると安いんですがね、まあ送料かかっちゃうんで、1枚くらいだとアマゾンなんかで購入するのとあんまり変わらないんじゃないかなと思います。はい、取り付け方はね、簡単なんですが、こちら破らないように取り付けをしてください。先にね、基板側に抜けるようにフィルムを通してから取り付けをしていくとね、簡単に取り付けができます。はい、そしてシェアボタンの不良なんですがね、ここにはコンタクトスプレーを吹いてみました。スイッチ部分に吹き付けてからボタンをね、その後何度か押していきます。おそらくね、スイッチ内部にこぼしたコーヒーなどが入ってしまって、そのまま固まってしまっているんでね、はい、それをね、溶かしていきます。はい、フィルムを交換してスイッチにコンタクトスプレーを吹いて、コントローラーを元に戻して、またゲームパッドテスターで確認をしてみます。治るかちょっとね、不安だったんですけど、ボタンの方正常に動作しています。はい、修理完了しました。はい、今回はね、コントローラーにジュースなどをこぼしてボタンが使えなくなった時の修理方法っていうのをね、紹介してみました。おそらくこれをね、使用していた方っていうのはジュースをこぼして、まあ、表面の汚れっていうのは拭いてきれいにして、またね、そのまま使用していたんだと思います。はい、液体状のものっていうのはね、中に入ってしまって分解してね、掃除しないときれいにすることができません。はい、そしてね、そのまま使用していると通電部分がね、焼けてしまってボタンが効かないようになります。まあ、その場合、今回みたいにフィルムを交換しないといけないのでね、お金がかかってしまいます。はい、ですので、もし皆さんがコントローラーにジュースなんかをこぼしてしまった場合には、すぐに電源を切って使用をせずに分解をして掃除をしてあげてください。はい、基本的には水を含んだ布などで拭いてあげて、基板などについてしまっている場合はね、パーツクリーナーなどで掃除をして、ちゃんとね、乾かしてからコントローラーを組み上げると、また使用ができるようになると思います。はい、メンテナンスをするだけでね、長持ちするんでね、大事にコントローラーを使ってあげてください。はい、それではね、今回の動画っていうのは以上になっております。ご視聴ありがとうございました。